よく見るでしょ、これ。うん。そう。あの、ゴートっていうふうに言って、まあ、これ、ヤギを表すんですけれども、greatest of all time。歴史上一番素晴らしいみたいな。まあ、そういうのを表すときにも、この、ゴートっていうのを使ったりとかする。Hey, what's poppin'? It's your boy, S to the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, it's Sama Yuki. Bye bye! Hey! はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、このスタイルでお届けする文法ということで、本日も、比較を使っていきたいと思います。はい。早速、画面を共有させていただきます。ん？今日は誰だ？誰のなんだ？はい。でですね、今回扱う、楽曲なんですけれども、クリス・ブラウンの Juicy Booty、フィーチャリングジェネ・アイコ、R ・ケリー、この曲を、扱っていきたいと思います。はい。はい。で、今日扱う一節なんですけれども、You are the greatest of all time ということで、これ確かジェネ・アイコの、リリックの中に出てきたやつだと思うんですけれども、これを題材にして、比較の勉強をしていきたいと思います。はい。はい。で、比較ね。前回、前々回、も書きましたけれども、こんなのがありますということで、言及、比較級、最上級っていうのを扱いましたね。はい。言及っていうのが、いわばこう、イコール、何かと何かのその形容詞具合、まあ、副詞具合っていうのを比べたときに、だいたい同じですよっていうのを表すときに、その形容詞とか副詞の形を変えずに、アズで挟んで、比べるっていうのが言及でしたね。うんうん、はい。で、比較級って、形容詞とか副詞に何をつけましたっけ、ユキット君。ER。はい。ER です。正解です。で、ER をつけた後に、段、の、一語を加えることによって、何々よりも何々ということで、まあ、不等号になる場合っていうのが比較級でしたね。あ、そう。はい。等号と不等号ですね。うん。これと、で、最上級。はい。これも、また比較といえば比較なんですけれども、何かと何かを比べるというよりは、うん、ある、なんか集団の中で、こいつが一番っていうのをこう、一個選び出す。その感じがこの最上級というふうに、そうです、そうです。今言ってくれたそれです。それは最上級というふうに、考えていただければと思います、はい。はい。で、ちょっとこれ見ていきましょう。You're the greatest of all time というやつなんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、比較級っていうのは、さっき使ったように ER をつけましたね、うん。と違って、今回形容詞なり副詞なりに EST をつけます。これ、greatest。これってもともとどういう、やつでしょうか。ということは、great じゃないですか。そう、great です。great。great。そう。で、great の後に est がつくことによって、一番 great ということになると。一番 great ですね。で、of all time。うん。が、その、要は、すべての、時代で、すべての時で、と、うん、いうことで、この greatest of all time というふうな言い方をしているということになります。はい。なんで、もう一回言いますけども、これ、言及とか比較級の時っていうのは、ある2社、だったりを比べて、何よりも何とか、何と同じぐらい何っていうのがあったんで、二分に分けることができましたが、今回も二分に分けるまでもなく、もう単純に、そいつが EST がつくことによって一番何々ですよって言えるということなんで、実はこれが一番考え方としてはシンプルかなというふうに思います。確かに。はい。You're the greatest of all time。なんか、この greatest of all time っていうのが、GOAT ですよね。あ、これね。よく見ますね。はい、よく見るでしょ、これ。うん。そう。GOAT っていうふうに言って、まあ、これ、ヤギを表すんですけれども、うん、ただ、同時にこの GOAT、Greatest of All Time、なんだろう、歴史上一番素晴らしいみたいな、まあ、そういうのを表すときにも、この、GOAT っていうのを使ったりとかする。よくその、Twitter のミームとかだと、ヤギが、マイクに向かってるようなこう画像が出てきて、例えば誰々がこうアルバムをドロップした時みたいな感じの、うん、そのキャプションにそういう画像がついてたりとかして、うん、要は その人がいかにこうグレイティストオールタイムかっていうことを、表すのに
まあそのユーマを、うん、ユーマのセンスあふれるような感じで、そういうふうな感じでやってるということになっています。なるほど。はい、でですね、まああの、2社比べずにあの1個選び出すっていうふうに言いましたけれども、これ、比べて表すこともできますね。比べて表す。はあ、そう、あの、こいつが、グレート、誰よりもグレートっていうことは、今、もう誰よりもって言っちゃいましたけれども、っていうこともできます。なので、こういう言い方もできますよっていうことで、ちょっと3分例を挙げてみますんで、皆さんもちょっと参考にしてみてください。はい。You are greater than、まあ、anybody else とか。ああ、なるほど。はいはい。はい、なるほど。ね、こういう言い方もできますよね。とか、あとなんだろうな。Nobody is as great as you. 誰もあなたと同じぐらいグレートではないっていうことによって、あなたが一番グレートですっていうふうな言い方もできますよ。とか、あとはなんだろうな。なんか、言う聞いた時も思いつくのありますか？とかあ、今いいですね。Nobody is、 じゃあそしたらこれ完成させてみましょうか。え？使われちゃったよ、だって。わかんない、なんだ。え、さっき言ってたじゃん。Nobody is、 誰もあなたよりグレートじゃない。あなたよりグレートじゃない。それによってあのあなたが、あ、はい。え、Nobody is a greater か。Greater than you。はい、正解です。はいはいはい、そういうことね。今、例のやつ押してください。たまたま出ちゃったんだけど。はい。ということで、そう、あの、何かが一番だっていうことを示すのに、実は、あの、言及とか比較級を使って、あなた、まあ、そもそもその人って他の誰よりもグレートですっていうふうに言うこともできるし、誰もあなたほどグレートじゃないです。言及を使って表すこともできるし、Nobody is greater than you。まあ、この比較級を使って、で、かつ主語を入れ替えるっていうふうな方法もありますんで、ちょっとね、まあ、いろんな、あの、言い方がありますよ、ということで覚えてください。はい。ということで、今回の例文、You are the greatest of all time。あなたが、なんだろう、史上最も素晴らしい。うん、あなたが史上最も素晴らしい。ちょっとこれ、最後にリピートアフターミーで終わりにしたいと思います。はい。You're the greatest of all time. You are the greatest of all time. You are the greatest of all time. You are the greatest of all time. はい、はい、ありがとうございました。でですね、今回扱ったこの曲も、概要欄に入れてますんで、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、皆さんチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。はい、では、はい、お会いしましょう。 Peace。